動画で始ま,りましたアムチ,チャンネルさあ今回はですね、まあ、ただいびのスタジオをお借りして撮影してたんですけども、ね、もうすごく言いたいことがあるということで、はいもうね、マーチ舐めすぎってですね、もう、はい、マーチ、まあ、最近で言うと G マーチですか、G マーチをね、舐めてる人が多すぎちゃって、もう許せない、イライラが止まらないです、もうね、まあ、マーチ講座もやったんですよ、この夏ね、やってきて、すごく思った、やっぱ全然ね、マーチのこと分かってないし、 マーチってそんななかなかね届くようなものじゃないよっていうのをちゃんと分かってもらいたいなと思いますまあ特に僕は英語なのでね、えー、その辺のことで話していきたいと思うんですけどまあとりあえずマーチっていう人が多すぎるも本当にとりあえずビールとりあえず生中ですね生中なんか知らないですね <laughs> みたいにもう本当そういう人が多すぎちゃって困るんですよそうじゃないそんな簡単にいけるもんじゃないですよまあ受験相談とかしててもさやっぱマーチぐらいはとかって言うんですよ いやいやいやマーチぐらいってまあよくねだってさ世の中の上位10%って言われるわけその上位10%がぐらいなわけないじゃないですかとても高いものなんですよそれを間違えないでくださいで結構そこで言われるのが高校入試の時は頑張れたんでとか高校入試ではとかっていう人が多いで実際その高校入試での成功体験ってまあ成功体験っていうのは大事ですよ大事なんだけどそれが邪魔をしてる人も多すぎるその高校入試で成功した体験があるからそれで ななんとかなるとかるだって地方大会でさその地方大会で高々かかほんのちょっとの倍率のところで勝ち抜いた人がですよ全国大会のすごい倍率のところで勝ち抜けるかっつったらそんなことはないわけでしょそんなのは当たり前ですねなんか地元の小学校中学校の草野球大会でね勝ったぜって言ってた人がそれが甲子園に行くとかってなったら全然違うわけじゃないですか相手のレベルが全く違う。もちろん ありますよ高校によってすごいレベルの高い高校だったらもうそれはもう入った時点でもうマーチなんか合格できるってレベルの人たちゴロゴロいますでも普通はそうじゃないじゃないですかそれをまず分かってほしいっていうわけですでマーチのまずね仕組みを知りましょうはいどういうことかってもうもちろんね付属校とかねいろんなねその系列校のね人たちが入ってるとかっていうので枠が取られてるっていうのはもちろんありますねでマーチ志望の人たちですね、はい、考えてくださいね マーチ脂望の人たちってまあほとんどは受からないわけですよはい、これが現実ですほとんどは受かりませんなぜかって言ったらそうこの上にですね総計まあもしかも国立多少ですね国立の人たちもいるけどその人たちが抑えにしてくるわけじゃないですかでこの総計 でもっと厳しい戦い戦ですねマーチよりもずっと厳しいです、残念ながらですね。だって難易度で言うと倍以上ですから、普通に考えてね。例えば、竹田塾のルートとか見たってさ、やらなきゃいけないこと、マーチと早慶って倍ですね。英語に関して言えばね、えー、倍になってるんですよ、やらなきゃいけないことって。そうだから、早慶クラスの人たちってこの今ね、夏休みですけど、夏休みでもうマーチには合格できるレベルに行ってないとなかなか早慶って受かれないわけですね。知ってましたそ,うそんなレベルなんですよ。もう今の時点で浮かれるじゃないと でそうするとどうなるかわかんないですね。でここの人たちって当然一部しか受からないわけじゃないですかほんのごく一部しか受からないそうすると大量にこれ流れてくるわけですよここに。でだからここの 枠を大量にこの人たちが持ってってしまうわけですよねで総計合格する人たちはもうそのまま行くので関係ないですねこのマーチの枠はそのまま保たれたままですねはいどかないですあなたがマーチに行きたいって言って戦うのは総計落ち総計死亡ですね死亡の字が違いますね総計に受からなかった人たちが対戦相手なんですよそこを間違えないでくださいねそうマーチに目指している人たちが相手だと思って戦ったら 届かないい可能性が圧倒的に高いだってもう最初から枠は持ってかれちゃってんだから相当数はこのまま下にね日東駒線だったりとかさ聖成明学とかって言われるねところに行くわけじゃないですか武蔵とかさそういうことなんですほとんどの人はここで、まあ、合格する人もいるよもちろん合格する人もいるんだけど赤と対決するんではなく上のこの総計落ちの黄色の人たちと戦わなきゃいけないわけですよ。 ね、黄色のこの、ね、上の部分はもう合格してる人たちなんでこの黄色の総計ダメだった組と戦わなければいけませんなのでかなり知識はやらないといけませんあくまで確かに基礎ですよ出てくるのはマーチの問題っていうのは基礎がほとんどです9割方基礎でなかなかむずいじゃないかって思うのがちょこっとだけ入ってるっていうだけなんでだから 実際、総計合格者たちは満点取ったりするわけですね、英語に関しては。だって取れちゃうもん、そりゃそうだ。よっぽどなんか、重箱の隅をつつくような、知らんよ、そんなものっていうのを、通ってこない限りは、解けちゃうわけですよ。はい。だから、9割とか全然取ります、総計合格する人たちってね。なんで、総計に受からないですね、そのマーチを、まあ、8割とかね。 7割ととかっていううその人たちと戦うもちろん学部にもよりますし問題形式にも全然よるんだけどそういう人たちと戦うんだっていうのを忘れないでください。これを忘れてですねまあとりあえずこれぐらいやればいいかこれだけやれば合格するんじゃないかと思ってる人たちですね。高校行って 見たりするんだけど、まあねやっぱり、ね、知識が全然足らないです、そんなレベルじゃマーチは到底いけないよ、基本を全然やれてないっていう人が多い。そうだから基礎って難しいんですよ。やっぱり高校の基礎って相当やんなきゃいけないことが多いわけですね。そうだから中学までの基礎と全然違うんで、だから大変なんです。でもそれを超えた人たちからするとすごく簡単なわけですね。そうここに壁があるってよく言われるわけじゃないですか。総計の壁っていうのはそういうことなんですね。 でだからといってこの総計の一生懸命勉強してきた人たちと戦わなきゃいけないんですからマーチ志望の人たちってねそ,うそれを忘れないでくださいね周りと一緒にマーチ頑張ろうとかってですねそんななんとかのマーチみたいなねそんな感じでやってっちゃダメなんですよ一緒の歩幅でやってっちゃダメですだから総計に向けて頑張ってる人たちと似たようなペースで進んでいかなきゃいけないわけですよ特、ね、に法制なめてる人たち多いですけど法制長文だけですよ難しいですよ だから全体のの中中でで、ね、受けた学部の中でもちろん学部にもよるんだけど法制が一番難しかったですっていう人いるからね実際ね毎年毎年そういうことが起こるぐらい難しいですよなんでそれを忘れないでください。はい じゃあ実際どうすりゃいいんだってことなんですけど基礎をやるで参考書あるからやってますよとかねポラリスだったりとかさヴィンテージとかやってますよって言うんですけどそのねやってますよのねレベルが低すぎるんだよ聞くとでまあ何周しましたとかって言うんですよそう何周したかが重要なんじゃないですかね最初から最後まで終わらせたそれを繰り返したが重要なわけじゃないですそれを自分に落とし込めてるかちゃんと相手に説明できるぐらいのレベルになってるかっていうのが大事なんです そううななななっっっっててていいいのに、にたただややりりまししぱる人が多いですね。でもってギリギリのところでですね赤本やってですね共通テストとか終わってからね赤本買い始めて見出して「えな何これめっちゃむずいんだけど」とか「えどうしよう」って言ってなるべく集めた過去問の中からね昔のものからやっていくって言って気が付いたら本番なのにまだ2年分残ってる過去問とかっていう人いますね。ダメですすそれじゃ、遅すぎます ま,あのまだ今のね夏の段階でね見るだけでいいですよなんか解く必要はないですけどどういう形式が出るのか知っとかなきゃダメですからねそれとっても大事なんですよで夏でいつも言うんですけど夏までには必ずですね出題形式別に行くための準備ですねどういう出題形式があるのかっていうねその勉強する前の単元別っていうのをやらなきゃいけないですもちろん単語はやってますよ単語はずっとやってるもう単語も最後までやりますから授業本番までも行きます、はい、で文法に関して単元別の勉強だからそのポラリスだろうとヴィンテージだろうと全部のその単元が終わっ っていてる 相手に説明で、きるそののレベルにしてておくっていうのが大事ですですプラスで英文解釈ですね。英語の公文の勉強ね。それをちゃんと終わらせておく。まあ別に動画で学ぶ英文法だったりとかさ。ねえ、都会のための英文法とか。私の新しく出るね。1ヶ月で攻略の英文解釈が8月出ます。だったりとか。こういうのでやってもらえればいいかなと思うんですけど。そんな中で、こういった英単語、文法を、公文っていうのが終わった段階で長文に行くんですからね。これ終わらせない。特に公文ね。予備校でもカットされてるところがすごく多いから、公文やらないじゃん。総計クラスとか マーチクラスってさ、公文やんんないじゃん今、ね、予備校。だからそ浪人生はやってるのに元気さはやってないってことがすごく多いのでこれなめちゃダメです必ずやってくださいね公文取れるようにならないと読めないしそもそも長文の中の問題にだってあるわけですよ公文の問題や文法の問題がねそうだから長文が大事だからって言って長文だけやってもできるようにならないですから、ね、必ずこっちもやってから長文に行ってくださいそんで長文に入っていってでただただ参考書やって「ほい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 」みたいなねやるじゃなくて丁寧に過去問解いてください丁寧に過去問解いてどういう ものが問われているのかっていうのをしといてください。で、マーチまでだったら。 参考書と過去問でやればほぼほぼ取れるから大丈夫だからそこに出てくる知識を覚えとけばちゃんと頭に入れておけばできますからね総研になったらでどっから出てきたのこれ、ね、どこで問われたことあるのこれみたいなのが出てきますけどまあじゃん少ないなので過去問を丁寧にやっててくださいこれが大事なんですよだからギリギリに始めちゃうと過去問演習ねそ間に合わなくなっちゃうんですよそうじゃなくてなるべく早いところ単元別を終わらすそして長文の問題始める長文の問題始めて長文できるようになったらさあじゃあやってみよう、ね、いろんな解き方だったり考え方 書書いててくれてますよねね参考書ね別にねどこかね予備校の授業で,でもいいですからそれで解き方が分かった状態で過去問見てあこういうふうに問われるんだこのね自分の受ける学部はっていうのをしていくっていうのが大事なんですよ。でた,った これだけのことなんですけど、やれる人はほとんどいない。うんとわかるよ。だって、老人生見てたってさ、一番最初の時に見るんですよ。どういう風に解いてるかとかね。どういう風にやってきたかって聞くわけですね。だから、解き方本当に知らない。適当にやっちゃってる。それは勝てないよって思う。だそれじゃダメなんです。ちゃんと解き方を知るために過去問を丁寧にやるっていうのを忘れないでください。はい。そう。だから、マーチは基礎です。 確かに基礎です。確かに基礎だけどその基礎のレベルにたどり着く人が少なすぎるんですよ実はねだからそれを忘れないでくださいそのねこの総計合格しちゃう人たちっていうのはその基礎を知ってるわけですから、ね、でだから総計ダメだったけどマーチには引っかかったなぜならもう総計レベルのたくさんの知識をもうね身につけてきているからっていうねで総計には届かなかったけどここまでの知識は入れたよっていう人たちが来るんだっていうのを忘れないでくださいそうだからね宗家レベルの知識を入れろとは言わないですよ入れろとは言わないけどこの人たちに食らいつけるだけの 丁寧な過去問演習ですねそれをするのを忘れないでくださいということでしたはいぜひこれをね聞いて頑張ろうと思っていただければと思いますはいぜひこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします